呼ぶ声。 中学校の林間学校では登山とキャンプがセット。中国地方で有名な山に登山に行った。自分の実体験だがかなり昔のことだから多少曖昧なところもある。登山当日になってから登山する山が二つ用意されていたことを知る。簡単にまとめると ルート1、標高が高い、有名な山。時間はかかるが、登山道が緩やか。ルート2、標高が高い、無名な山。時間は短いが、登山道は厳しい。体力が全くなかった自分は、即決でルート2に決めた。 山道は半端なく険しくて、こんなの中学生が登り山なのかって思いながら登った。ちょうど頂上まで半分くらいのところで、やっと開けた平地が現れた。友人と自分はグループの最高尾を歩いて、もうくたくただった。そこは腰の高さくらいまでの、 高山植物か低い木がぎっしりと生い茂っていて、歩くのは獣道みたいに、明らかにここは歩けるって場所。しばらく歩くと絶壁にぶち当たった。岩の壁。ええ、ここからどう進めばいいんだって考えて固まった。友人は 自分よりも遅れて、まだ後ろを歩いていたし、しばらく待つか、と思った時だった。呼ぶ声が聞こえた。耳ではない、頭の中で。うまく説明はできないんだけど、人の声を、スピーカーで大音量で流すと、 人の声というのはわかるけど、何を言ってるかはわからない。あんな感じの、凄まじく大きな声が、頭にぐわーって響いた。次の瞬間、可動式の人形の頭を動かすみたいに、自分の頭が勝手に動かされて、ゆっくり左を向いたんだ。見ればそこに、 獣道が見える。次の瞬間、体が勝手に歩き出した。操り人形みたいに。意識ははっきりしていた。頭の中で。え、えなんでなんで勝手に動いてるんだ手絶叫。その瞬間。おい、そっちは違うぞ。 って声。瞬間、体が止まった。振り返ると、絶壁の上から、先生が声をかけてくれていた。自分は、すべて、何事もなかったかのように元に戻ったし、そのまま、無事に登山を終えて、林間学校も終わって帰宅。登山から帰ってから、 たまたま晩ご飯待ちながら、ついていたテレビのニュースを見ていた。そうしたら、中学生が山で遭難し、遺体が発見されたと流れていた。あの山だ。遭難した場所は、映像で見たから間違いはない。自分が呼ぶ声を聞いた場所。 行方不明になった場所と、遺体が発見された場所は、さほど離れていなかったにもかかわらず、中学生は、そこから正しいルートに戻れなくて、一晩たち、捜索隊も見つけることはできなかった。一晩行方不明になっていただけで、中学生は、遺体で発見された。あれ以来、 頭の中で変な声が聞こえるなんてことは起きていない。これ一度っきりだ。でも、この時以来、絶対に一生登山はしないと誓った。自分にとっては死んでいたかもしれないし、死ぬほど怖かったんだ。 サヨちゃん。俺は小学校に入るまでは、広島の田舎の方に住んでいた。その時に知り合いだった、サヨちゃんの話をしようと思う。俺の母方の実家は、見渡す限り畑ばかりの土田舎で、幼稚園も保育園もなく、 俺は母さんとばあちゃんと一緒に家で遊んでは父さんの帰りを待っている毎日でずーっと退屈しきっていた近くの街に出かける時だけが楽しみでよくお決まりの公園に行っては買い物をしている母さんを待ちながら遊んでいたものだある日公園に 同い年くらいのかわいい女の子がいて、一緒に遊ぶようになった。その子はさよちゃんと言って、この町に住んでいるらしく、公園には一人で遊びに来ているらしい。黒いスカートと白いシャツを着たおかっぱのかわいい子で、俺はすぐ打ち解けて、 砂遊びを始めた。乾いた砂場をスコップで掘り返して、大きな砂の山を作って、二人で両方の側面から穴を掘っていく。手で砂をかき分けながら掘り進む。ちょうど山の内部でお互いの手が触れ合えば、 トンネルが開通だ。俺はそろそろ、さよちゃんの手に触れるかな、と、真ん中あたりまで掘り進んだとき、何かが俺の手を掴んだ。そのまま俺は、すごい力で引っ張られて、頭から砂の山に突っ込んだ。 しっかりと押し固められた砂山はそれでも崩れなくて、俺は砂山に押し付けられる形で窒息しそうになってしまい、やめてよ、サヨちゃんと叫んだ。すると、え、何と、サヨちゃんが砂の山の向こう側からこちらを見ていた。 さよちゃんは、中腰姿勢で、手を砂の山に突っ込んだまま、俺を見ながら、ニヤニヤしていた。それはどう見ても、五六歳の女の子の手の長さとは考えられず、俺はわけのわからないまま、やめて、やめてよ、と、弁護した。 そこにタイミングよく母さんが帰ってきて、俺はさよちゃんの手から解放された。しゃくり上げ始めていた俺の横をすり抜け、母さんに礼をすると、さよちゃんは走って去っていった。子供ながら、母さんに信じてはもらえないと考えた俺は、結局何も言えずに、 家に帰った。それ以来どうも、俺はサヨちゃんから、目をつけられてしまったらしい。母さんは、街に出かけるたび、俺を公園にほっぽり出し、俺はそのたびに、サヨちゃんと遊ばなくてはいけなかった。彼女はいつも、黒いスカートと、 白いシャツの一丁裏で、親が付き添ってきていたことは一度もなかった。ちょうど母さんが公園から出て行くのを見計らったかのように、入れ違いになって現れるのだ。公園には他の子供が先に遊んでいる時も多々あったのだが、さよちゃんが公園に入ってくるだけで、 俺と同じ年くらいの子は愚か。小学校の高学年らしき子さえ、こそこそ逃げ出していってしまう。俺は何より、さよちゃんに逆らうことができなくて、さよちゃんの言いなりだった。公園の片隅に落ちていたライターを、さよちゃんがちょんと触るだけで、 いきなり火がついたことがあったし、塀の上を歩いている猫に向かって、さよちゃんが枯葉を丸めて投げつけると、猫が受け身も取らずに背中から落ちてしまったこともあった。さよちゃんに会うたび、信じられないことがたびたび起こり、 俺は彼女に会うのに、怖さを感じるようになった。いろいろあったけど、ここでは話しきれないよ。ごめん。細かいところまで全部思い出してしまうと、鬱になっちゃうんで、最後だけ書かせてくれ。俺は公園で、毎回、怖い目に会っていたんだ。そのうち、 自然と家にこもりがちになり、母さんの買い物にもついてはいかなくなった。子供ながら、さよちゃんから逃げようとしていたわけだ。公園に行かなくなって、一ヶ月くらい後、久々に、父さん母さんと親子揃って買い物に行こうということになった。 父さんが車を出すと言うから、なら、さよちゃんには会わなくても済む。そう思って俺は快諾した。デパートを回って楽しいひとときを過ごした後、俺が乗った車は帰り道で公園の前に差し掛かった。公園の入り口はこちらの車線の歩道にあって、 タイミングが悪いことに、車はちょうど、その入り口近くで、信号に止められてしまった。俺は内心、さよちゃんに見つからないように、ドキドキしながら、窓からこっそりと、公園の中を伺った。すると、いた。一人で、 何かを指差しながら、ゲラゲラ笑っていた。よほどおかしいのか、まるでのたうち回るように、地面に這いつくばって、笑い転げていた。俺はあぜんとなったが、その時、信号が青に変わって、車が発車した。さよちゃんの姿が、 流れていった。しかし、さよちゃんの指先は、俺の車の動く方向へとスライドしていった。彼女は、俺が乗った車を指差して笑っていたんだ。俺は、なぜ俺が乗っていたのかが分かったんだろうかと考えるより、 とても怖くなった。次の日父さんは、車の激しい追突事故で、頸椎に損傷。ほぼ一生、入院生活が決まってしまい、九州の病院に。母さんと俺は、一緒に九州に行き、父方の実家の世話になり、そこで小学校に入学した。 サヨちゃんと会うことは、もうなかった。俺は父さんの事故は、サヨちゃんのせいだとは思っていない。というか、思いたくない。俺まで、連帯責任を感じてしまうし、何より、あの女の仕業かも、と考えるだけで、恐ろしく、いまいましく感じて、今でも、 とても腹が立つから。黒いワゴン。俺の後輩が実際に体験した話です。後輩たちはその日、数人で暇を持て余し、ドライブをしていたらしいです。 車を走らせるうちに、地元の海にたどり着きました。時間は夕方の5時頃。夏であればいざ知らず、その時季節は秋。海の駐車場には、後輩たちの車以外には2、二三台がまばらに駐車してあっただけだったそうです。後輩たちは、せっかく海に来たのだから、 砂浜の方に行ってみよう、ということで、車を止め、砂浜に向かったそうです。なんだかんだと、砂浜で喋っているうちに、すっかり日も暮れて、さすがに腹も減ったし、帰ろうか、ということになりました。駐車場に戻ってみると、もう自分たち以外の車はないと思っていたんですけど、 一台だけ残っていたそうです。すると、後輩の友達の一人が不思議そうに言いました。あの車って、俺たちが来た時にも止めてあったよな。まだいたのか。それに反応して、皆で駐車場の薄暗いライトに照らされた黒いワゴン車を見ました。 普段であれば、これと言って気にすることでもないのですが、なぜかその時は皆、少し様子がおかしいと感じたそうです。そこで後輩たちは、車に近づいてみることにしました。近づいていくと、異変に気がつきました。黒いワゴン車のマフラーから、運転席の窓に差し込まれた 筒のようなもの。おい、やばいぞこれ。すぐに自殺をしているんだと気がついた後輩たちは、皆で車に駆け寄り、窓を覗き込みました。そこには、すでに意識がないのか、ぐったりとしている女性と、その息子と見られる男の子がいました。 急いで警察に連絡をすると同時に、後輩たちは何とか親子を助けようとしました。しかし、ドアは開きません。仕方なく窓を割ろうとするものの、いざ壊そうとしてもなかなか壊れなくて、何とか自分たちの車に積んであったスコップを使って窓を破ったそうです。 そうこうしているうちにパトカーが到着し、あとは警察に任せることになったそうです。後日、警察から簡単な表彰をしてもらうということになり、後輩たちは警察署を訪ねたそうです。その際に警察官から聞いた話らしいのですが、その自殺を図った親子のうち、 お子さんはすでに亡くなっていたらしいのですが、母親だけが一命を取り留めたらしいのです。ですが、母親は自分だけが生き残ってしまって、子供だけを殺してしまったことで精神を病み、運ばれた病院で大暴れして大変だったらしいと。さらに、自分のことを助けてくれた、 後輩たちのことも逆恨みしていたらしいです。どうして自分だけ生きているんだどうして死なせてくれなかったんだと騒ぎ立てていたのだそうです。ただ、とてもすぐには病院から出られる状態ではないし、心配はしなくていいと警察官からは言われたそうです。 その後、その女性がどうなったのかについては、さすがに後輩たちにもわからないそうですけど、そんな事件があったことで、後輩は今でも黒いワゴン車を見ると、どうしてもあの母親が乗っていそうな気がしてしょうがないそうです。 ここは、お前たちが来る場所ではないんだ。これは俺が、5年前に体験した、余にも奇妙な話。ある夏の日、俺は、友人である男 A の車に、女 B、女 C を乗せ、ドライブしていた。時計はすでに、 レ時ジを回っていた。その日は雨がしとしと降り続けており、じめじめして生暖かい日だった。どうせだったら肝試ししようぜ。なんか天気も気持ち悪いしさ。ははは。そんな A の突拍子もない提案に、他のみんなは、 嫌な表情を浮かべていた中でも一番嫌がっていたのはカエルとお化けが大の苦手だった俺であるいやいやいや、やめとこうぜ帰って酒でも飲もうぜそんな怖がる俺を見て A はますます調子に乗っていよいよみんなを説得にかかった わかったわかった。でも、どうせ帰り道だし。〇〇霊園に、ちょっとだけ寄っていこうよ。いいっしょ夜だけ夜だけ。すぐ帰るから。そしたら飲もうぜ、パーっとさ。そんなノリノリの、A の様子を見て。俺も、後部座席の女性陣もしぶしぶながら。 了承してしまった。雨は依然、しとしとと、フロントガラスにこびりついてくる。あ、もうすぐだな。たわいもない話で盛り上がっていた中、その A の言葉に、3人は少し顔をこわばらせながら、今から向かう。 鬱蒼とした森に目を向けた。まる霊園は国道から細い道に入って、400メートルほど森の中を進んだところにあった。くれえ、怖えなこりゃ。ねえ、ほんと怖いよ。もうやめようよ。 車は国道から、その細い道へと進入した。周りは木々がうっそうと生い茂り、もちろん街灯などは一つもなく、暗闇そのものだった。車のライトだけを頼りに、舗装もされていないその道を、ガタガタと車体を揺らしながら奥へと進んでいく。 いや、超怖い。マジ怖いよ。つーか、細くて、U ターンできないじゃん。余裕余裕。どっかでターンできるって。つーか、マジくれえな。後ろを振り返ると、すでに国道は見えなくなっていた。幾分、目が慣れてはきたものの、そのことも、 帰って恐怖心を煽った。あれだけ乗り気だった A も、さすがに少し怖くなったのか。CD のボリュームを上げた。お、あそこ、ターンできそうな場所があるぞ。どうする中間地点くらいだろうか。道幅が、やや広いところがあった。 その A の言葉には、すでに引き返したいという意志が込められているようにも思える。もういいって、帰ろうぜ。マジ勘弁だよ。ねえ、早く U ターン。はっはっは。お前たちビビりだな。じゃあ帰っか。マジもう無理。 つうか、A だって怖いんでしょ早く帰ろうよ。そんな C の言葉に、強がりの A は、急に、車のエンジンを止めた。あたりは、一瞬にして、暗闇に閉ざされた。今まで車内に、大音量で流れていた、 CD も止まった。ただ、雨の音だけが、しとしとと聞こえてくる。うわ。キャン。ちょっと嫌だ。ははは。やべ。マジ怖えな。やべやべ。んあれおい。いい加減にしろよ、ええ。早くエンジンかけろよ。 何なの早くしてよ。もう最悪。あれあれかかんねえ。なんだよ。エンジンかかんねえよ。おい、マジでふざけんなよ。怖いんだからさ、早くかけろって。いや、マジだって。かかんねえんだって。お前やってみろよ。 発狂して、A を殴りたい衝動を抑えながら、車のキーへと手を伸ばした。ガチャ、キンキキキキン、キキキキキン。おい、なんだよ、マジかよ。キキキキキン、キンキキキキキキン。スターターの金属音だけが、 虚しく鳴り響き、エンジンはかからなかった。マジかよ。お前、余計なことするからだろ悪いって。つーか、なんでだろう。ちょっと見てくるわ。ち、最悪だよ。A はボンネットを開けて、雨の中、 車の外へと飛び出していった。後ろの二人もだいぶ怖がっているようで、不安そうな表情を浮かべながら震えているようだ。すると、後ろに座っていた B が突然。ちょっと、マジあれ何ちょっとあそこ見てよ。ねえ、早く。 B が指さした方を見てみる。車の左前方の森の中に何やら光っているものが見える。なんだ、あれ。後ろの二人はすでに反響乱だ。俺も気を失ってしまいそうだ。 その光がだんだんと近づいてくる。何やらライトみたいにも見える。危険を感じた俺は、A を車内に戻すべく、ドアを開けようとした。その瞬間、その光の正体は突然、車の目の前に現れた。 中年男性のようだ。つなぎのような服を着ていて、手には懐中電灯を持っている。こんな雨の日に傘も差していない。A はびっくりして、車内に飛び戻ってきた。何あいつ、何なの。やべえよあいつ。その男は、 しきりに大声で何かを叫んでいるようだ。強くなった雨足のせいでよくは聞き取れなかったが、確かに険しい表情で怒鳴り声を発している。どんどん、どんどん。男は運転席の窓を強く叩いた。もう何が何だかわからない。 頭の中は真っ白だ。どんどん、どんどん、あ、どんどん、どんどんどん、開けろ。ようやく聞き取れた男の言葉に、A は無意識にドアを開けてしまった。すいません。エンジンがかからなくて、すいません。 男は相変わらず何かを言っている。こ、おま、だ、な、どけ男はぐいっと、A を車の外へと引っ張り出し、運転席に座った。プルン、プルン。突然エンジンがかかった。 A を運転席に戻したその男は、これまでとは違う、ものすごく大きな声で叫んだ。ここは、お前たちが来る場所じゃないんだ。混乱して、その後どうしたのかはよく覚えていないんだけど、気がつくと俺たちはコンビニにいた。 マジ怖かったな。ああ、やばかった。あいつ、何者なんだ後ろの女の子二人は、声を出して泣いている。まあ落ち着いて、とりあえず、トイレでも行くか。そのコンビニのトイレは、外に設置してあった。 車を降りた四人は、ふらふらな足取りで、便所へと向かう。そこで俺は、ふと、あることに気がついた。おい、えお前、なんで血がついてるんだえ嘘あれ A の右手は、血で赤く染まっていた。 女の子二人は気を失ったのか、その場に崩れ落ちた。なんでなんだよ、この血俺と A は、急いで便所にある洗面所で、その手についた血を洗い流した。気持ち悪い。なんだよ、この血 でもお前、怪我はしてないんだよな。そうだな。あ、ま、まさか。映画、ジーンズの右ポケットから取り出した車の鍵。その鍵は血で真っ赤に染まっていた。その日は朝になるまで、俺の部屋で、 四人で呆然としていた。外はまだ雨が降り続いていた。血走った片目。中三の時、俺は一ヶ月間、ずっと金縛りに悩んでいたんだ。 なんとか金縛りを振りほどいて、ふっと時計を見ると、午前2時40分というのが、毎日のお約束だった。だいたい、午前2時半くらいに、金縛りに会うってことだ。ある時、その時間に、寝なければいいんだって思いついた。学校を休んで、昼過ぎまで熟睡。 朝まで起きていようって考えだ。その夜、昼間、たっぷり睡眠をとった俺は、ゲームとかで暇をつぶしていたんだ。ところが、午前2時半を回ったところで、我慢できないほどの睡魔に襲われた。そして俺は、電気をつけっぱなしのまま、テーブルに突っ伏した体勢で、 うとうとしてしまった。説明し忘れたけど、俺の部屋は2階にある。寝ているんだか、起きているんだか、わからない状態になった俺は、自分の部屋が、いつも金縛りになる直前のように、空気が、ピンと、張り詰めた状態になっているのを感じ取っていた。 チックショー、またかよ。そう思いながら、テーブルに突っ伏したままでいると、いつも通りの、金縛りパターンが始まった。玄関の扉がガラッと開く。家の中に入るのに、もう一つ引き戸があるのだが、やや感覚を置いて、 その扉もガラッと開く。一階で何かを探しているように歩き回っている気配。もちろん足音も聞こえる。その足音はやがて二階の俺の部屋の方に向かってくる。とんとんと一歩ずつ 階段を上がってくる音がする。やがて足音が止まる。その場所は俺の部屋と障子一枚隔てたところ、二階の廊下部分だ。いつもならここで、えいって気合を入れて金縛りを解くんだけど、この時は 変な体勢になっていたんで、踏ん張りが効かない。ついに、最後の扉が、スーッと開いた。部屋の中を、うろうろと、歩き回る気配。時々確認するように、俺の近くで、立ち止まったりする。俺は、見ないように、 見ちゃいけないって思いながら目をつむって恐怖に耐えていた。すると突然障子がスーッと閉まった音がして金縛りが解けた。恐る恐るあたりを見渡すと誰も何もいない。嘘みたいな話だけど 障子はちゃんと閉まっていた。閉まっていたんだけど、ある一点の場所に、俺の視線は吸い付けられた。俺の目の高さと、ほぼ同じところにある、障子の髪が破れた場所。そこから、血走った目が、俺のことを睨んでいる。 男か女かわからないけど、血走った片目が、俺を睨みつけていたんだ。あまりの恐怖に俺は、うわーっと大きな声を上げてしまった。よほどでかい声だったんだろう。母さんが2階まで上がってきたくらいだ。と同時くらいに、いつの間にかその目は消えていた。 俺は半分寝ぼけた母さんに今までの話をしたが取り合ってはもらえず、ただうるさいと怒られただけだった。その後俺は自分の部屋にいることはできなくて、一階のリビングで猫を抱きしめてテレビ見ながら夜明けを待ったよ。 ジューず。俺、昔からサーフィンにはまっていて、平日でも時間があれば海に行っている。今から5年ほど前、すごい勢いで波乗りにはまっていた時期があり、その頃は定食にもつかずに、ひたすら毎日海に行っていた。そんなある日、久しぶりに、 俺に、波乗りを教えてくれた先輩から連絡があって、夜二人で飲みに行った。先輩は相変わらずで、最近体験したことを、面白おかしく語ってくれた。そういや、最近、〇〇ポイントで入ったかいや、あそこ最近、あんまり良くないんで、行ってないですよ。 そっか。俺さ、この前そこで入ったんだけど、なんか気持ち悪い感じがするんだよな。波待ってて嫌な感じがして、すぐ上がったんだけどさ。お前ももし入るんだったら気をつけろよ。何ですかギャグですかはは、<laughs> まあな。 そこで二人で爆笑。俺はこの時の話はすぐ忘れてしまっていた。数日後、当時付き合っていた女が仕事が休みだったんで一緒に雑貨屋に行った。買い物に付き合わされたんだ。その子はネックレスが欲しいらしくて色々いろいろ悩みながら選んでいた。 俺は暇だったんで、店の中をブラブラ眺めていた。ふと、一つのブレスに目が止まった。それはブレスというよりも、樹ズみたいなもので、いろんな文字が刻まれた木製の玉が、革の紐に通してあるものだった。値段も安かったし、日雇いのバイトで感じが少しあったんで、 それを買って、左足首につけてみた。また変なの買ってるし、って言われた。彼女は気に入ったものがなかったらしく、俺たちは店を出た。その後二人で飯を食っていたら、連れから連絡があった。明日の早朝、5時に集合。海の誘いだった。 翌朝5時、連れが来た。こいつとは、随分前からよく一緒に海に行っている。荷物は全部、車の中に乗せっぱなしなんで、水だけタンクに入れて、速攻出発した。季節は、7月の終わりくらいだったと思う。五時とはいえ、 まだ少しだけ薄暗い。今朝は風がねえし、表は良さそうだな。ああ、あとはうねりだな。俺たち二人は、そんな話をしながら、ポイントを見て回った。だが、どこもダメだった。サイズがない。膝程度の、 うねりが入ってきているところがほとんどで、俺たちは正直、がっかりした。そんなとき、ふと、連れの S が、〇〇に行ってみるか、と。S が言ったそのポイントこそ、数日前、先輩が行っていた場所だった。ああ、そうするか。 しばらく考えた後、俺もそう答えた。先輩の話は、ネタだと思っていたからだ。しばらくして、俺たちは、そのポイントについた。波のサイズは、腰くらいはあった。風は全くなく、岸から沖を見ると、霞がかかっていた。正直俺はこの時、 嫌な感じがあった。だけど、コンディション的には最高。誘惑に耐えきれず、俺も S の後を追って、すぐ沖に出た。そのポイントは、向かって左に堤防があり、堤防の先端から、うねりが左方向に崩れる。堤防の先は、 川の河口になっていて、沖への流れが強いため、俺たちは気をつけながら、最高のコンディションで波を満喫した。しばらくして俺は、S の姿が見えないことに気がついた。というより、半径2、3メートル以上向こうが全く見えない。深い霧がかかっていた。 やばいな。一旦上がるか。そう思い始めた時には、もう遅かった。どっちが岸で、どっちが沖なのかがわからない。俺は波待ちをしながら、途方に暮れていた。ふと、霞がかった向こうで、手招きしているのが見えた。 S, S があんなところにいる。俺はそこに向かって、パドルし始めた。自分が漕ぐ、水の音しか聞こえない。あたりは、ひたすら静かだった。パドルしながら、ふと気がついた。手招きをしているのが、やけに離れていっている気がする。 いくらパドルしても追いつけない。それに何か、妙にその手が白い。毎日海に行っている、エスの真っ黒な腕とは正反対だ。というか、あれは何だそう思った時、ドンっていう勢いで、いきなり海底に引きずり込まれた。 最初、何が起こったのかわからなかった。ただ、鼻や口に水が入って、急激に苦しくなり、それで俺が海中にいるのが分かった。波に巻かれた時は、冷静に海面に上がる。パニ来ると体力を消耗してやばいから。 俺もびっくりしたが、普通に上がろうとした。でも、上がれない。それどころか、さらに沈んでいこうとしている。なんだこれふと、海底を見た。そこで初めて、全身が凍りつくくらいの恐怖を感じた。最初は海底に、 ワカメが揺らいでいるのかと思った。白いワカメ。あるのかそんなん。それは手だった。海底一面にすごい数の手が一斉に伸びて、俺の左足をそこに引きずり込もうとしている。パニックになった。死がこれほど、 身近だと感じたことはなかった。意識がなくなりそうな感覚が来た。最後に思いっきり左足を引っ張った。バシッと何かで弾かれたような感覚があった。その瞬間、俺の体が海面に向かって浮き始めた。 助かった。上に上がると思いっきりむせて、げほげほ言いながら辺りを見回した。霧はどこにもなく、ひたすら海面は静かだった。波はサイズも下がり、日は少し高く昇っていた。俺は思いっきり、 沖に出てしまっていたみたいで、岸に戻るのが辛かった。岸に戻って、崩れるように腰を下ろした。あれは一体何だったんだふと左足を見ると、全身が再び硬直するのが分かった。左足は、真っ白にうっ血していて、 手形のような青いあざが無数についていた。そしてそこにあるはずの昨日買ってつけた術が消えていた。俺は今でもそのポイントに入るときには術をつける。そして台風で海が大荒れの時よりも 静かで風がなく、薄暗い朝や、夕方に入る時の方が、海は怖い。ほんまになるやんか。ひょんなことから彼と一緒に、竹を使った、 音楽ワークショップに明日参加することになった。竹は各自持参とのことだそうで、夜彼の家から私の家に向かう途中、竹林に寄ってもらうことにした。なんだかんだしていて、もう真夜中を過ぎてしまっていたが、計画は実行しようと竹林に立ち寄った。 一応、舗装はしてある、細い抜け道みたいな車道を林に入っていくと、途端にあたりは、車のライトが、やけに強調されるほど真っ暗。未舗装の小道を、50メートルほど入ったところで、ここだったら、一2本取ったって、誰の迷惑にもならないだろうと、車を止めた。 懐中電灯などという気の利いたものは持っていなかったんで、車のライトをつけたまま竹切りに専念した。太い竹を狙っていたんで結構時間がかかる。やっとこさ切って適当な長さにし車に積み込み、さて出発。あ、バッテリーが上がってるわ。 ええー、どうするの時間が時間だし、こんなところ、車も通らない。仕方なく私たちは、歩いて車道まで出て、公衆電話を探した。まだ携帯が普及していない時代のこと。幸運にも、割と近くに電話を見つけて、 まだ比較的近所、プラス、こんな時間でも出てきてくれる友人に電話をかけて助けを求めた。友人は心よくすぐ来てくれるとのこと。ほっとした。さて、その友人が到着し、彼と二人はリードをつないで、車を復活させる作業にかかった。 竹林の中、車のエンジン音がとても異質に響く。私はすることもないので、車の周辺をうろうろしていた。あれなんか聞こえる。車の騒音の中、右手の竹林の中から、歌みたいなものが、 聞こえてくる気がする。そちらに目を凝らしてみたが、もちろん真っ暗。民家の明かりもない。ライトとは対照的な暗さのせいで、空間の深さが実感できなくて、やたらと濃い闇に見えた。空耳ノイズのせい いや、でもやっぱり聞こえる。私はその方向に近寄って耳を澄ませてみた。車の音とは明らかに違う方向からのかすかな美しい歌声だった。それは例えて言うなら古い手まり歌のようだった。 声はせいぜい、十二三歳の女の子。綺麗な声で、ちょっと悲しい調べ。彼はまだ、車に集中していたが、もうする作業もない様子の友人に、歌声を一緒に確かめてもらおうか、という気になり。ねえ、と、心持ち、引き加減で、 話しかけた途端。言うんじゃないと、友人は、耳を塞いだ。えやっぱり、聞こえていたのダメだダメだ。言うたら、ほんまになるやんか。その瞬間、私たち二人は、異様に寒いものを感じて、 思わず手を取り合って固まってしまった。そこでちょうど車が復活して、何してるのという顔の彼をせかし、私たちは竹林から脱出した。後日その友人と何が聞こえていたかを確認し合った。それはぴったり同じものだった。 あれは間違いなく聞こえていたと思う。手まり歌のような、数え歌のような。未だにわからない。今から二十年近く前になるかな 友人と9月半ばの連休を利用して、西穂高に登山兼山岳写真撮影に行った後、下山して泊まった、新穂高温泉のある旅館での夜のこと。前の日の夜出発のドライブ、そしてそのままの登山のせいで疲れ切って露天風呂に入り、 夕食で熱燗を飲んだら、猛烈な睡魔に襲われてしまい。みんなで、ひょうきん族見よう、と言っていたにもかかわらず、クイズダービーの途中で、全員爆睡。それから、どれくらい経っただろうか。トイレに行きたくなって目が覚めて。安旅館なので、トイレは共同。 泊まった部屋は二階。旅館の中は夜も更けたからか消灯していて、明かりは非常口の案内板のみ。用を足して帰り際、ふと廊下の窓から外を見たら、盆踊りみたいなものが目に入ってきた。極度の疲労とまだ酔いが覚めてないせいもあり、 ああ、盆踊りやってるんだ。などと思いつつ、部屋に戻り、再び爆睡。おかしいと思ったのは、帰りの車の中。浮かんだ疑問点、および見た情景を列記していくと、以下の通り。盆踊りなら、お盆にするはず。なぜ、 9月半ばなのか。提灯も含めて、明かりが一切なかったのはなぜか。いくら、廊下の窓が閉まっていたからといって、音楽らしきものが一切聞こえてこなかったのはなぜか。盆祭りに限らず、祭りとは名目上、大抵は夜9時には終わるはず。 旅館が消灯する時間まで踊っていたのはなぜか。見物客も夜店も全く出ていなかったのはなぜか。九月の半ばとはいえ、穂高は日が落ちると初冬並みに冷え込むのに、皆揃いの無地の白い浴衣と黒帯で寒くはなかったのか。俺が消灯後の 旅館の窓から見たものは、提灯も灯さず、音楽も鳴らない、初冬の寒さの暗闇の中に、白い浴衣と黒帯だけが妙にはっきりと見える人の輪が、ただぐるぐるとゆっくりと回り続ける風景だった。あれが一体何だったのか 未だにわからない。二十三年ほど前のこと、俺の地元は四国山脈の中にある小さな住宅地というか村で、当時も今と変わらず二百人くらいが住んでいた。谷を村の中心として狭い平地が点在しており、そこに村人の家が密集して立っているんだ。 その村の中心から少し離れたところ、山の斜面の途中にあるポツンと一軒、古い平屋の家が建っていた。そこが二郎さんの家だった。二郎さんは二十代半ばといったところで、家の前にある猫の額ほどの畑を耕して暮らしていた。背丈はうちの親父よりもだいぶ高く、おそらくは 180センチくらいはあったんじゃないだろうか。子供の目線だから、はっきりとはわからないけども。二郎さんは、すじばった体に、彫りの深い顔立ちをしていて、髪は肩まで伸びていた。その髪はよく手入れされていたようで、さらさらと風に揺れていたことを思い出す。俺は二郎さんに懐いていたんで、よく遊びに行った。 俺の村から小学校までは遠くて、友達は皆町の方にいたので、遊び相手がいなかったということもあるだろう。小学校までは毎日じいちゃんの軽トラで送り迎えをしてもらっていた。二郎さんは結構年を取ったじいさんと一緒に暮らしていた。白髪でガリガリに痩せたじいさんはいつも黒い服を着て、 二郎さんのそばに立って何をするでもなく彼のすることをニコニコしながら見ているだけだった。それは俺が二郎さんと遊んでいる時も一緒だった。村に一つしかない商店に一緒にお菓子を買いに行く時にもじいさんはスタスタとついてきた。二郎さんの家から平地にある商店まで往復するには長くて急な坂道を 上り降りしなければならなかったのだが、じいさんはいつも遅れずについてきていた。俺はガキだったから走っていたし、次郎さんはでかいから歩くのは早かったはずなのに。そういえば、じいさんが話をするのを聞いた記憶がない。ある夏の晩、次郎さんがいきなり家に来た。俺は NHK と、 民法の二つしか映らないテレビで何かしら見ていたところだった。時間は覚えてはいない。二郎さんは玄関の中に入ってきたけど、一緒に来ていたあのじいさんは戸口の外に立ったままだった。二郎さんは親父とお袋と何か話をして15分くらいで帰っていった。両親はなんだか落ち着かない様子でひそひそと話していたっけ そういえば、じいちゃんばあちゃん含めた四人で、遅くまで話をしていた。次郎さんが、家に来たその週、突然村人全員が、村の集会所に集まることになった。村人が、車座になって座った真ん中に、二郎さんと、二郎さんのじいさんだけが立っていた。じいさんはいつも通りの格好だったけど、 二郎さんはなんだか裾の長い白い着物を着ていて、手には先に輪っかのついた鉄の棒を持っていた。着物の足の部分は絞ってあって、足には白い足袋を履いていた。大人たちはなんだか怯えているような様子だった。二郎さんは大人たちに、ここでじっとしているように、 自分が戻るまで、決してここからは出ないように。そう言い残して、じいさんと二人で集会所を出て行った。俺はその後眠ってしまった。何時頃かわからないけど、大人たちがざわざわ言うのを聞いて、俺は目を覚ました。声のする方を見ると、二郎さんが帰ってきていた。二郎さんはびっしょりと汗をかいて、 髪の毛が顔にべっとりと貼り付いていた。白い着物の胸は裸け、腰のあたりまで泥がびっしりとこびりついていた。中でもよく覚えているのは、彼の両肩にある赤黒い泥の跡が、小さな髪跡のように見えたこと。大人たちは口々に二郎さんに礼を言っていたようだ。 二郎さんは、それにいちいちうなずきながら、もう心配ない、というようなことを何度も口にしていた。何のことだかよくわからなかった。そこには、いつも二郎さんと一緒にいた、あのじいさんの姿はなかった。二郎さんは、翌日からいなくなった。親に聞いても知らないと言っていた。そのうち俺は、 次郎さんのことを忘れてしまった。で、最近になって、俺はふと、次郎さんのことを思い出した。いろいろと思い出してみると、次郎さんは、一年ほどしか村にはいなかったようだ。大人になった今ならよくわかるのだが、あんな狭い畑を耕しているだけで、青年とじいさんの二人が暮らせるはずはない。次郎さんは一体、何者だったのか 帰省した折に両親に聞いてみると、いくつか教えてくれた。二郎さんは修験者だった。四国には石頭山という霊法があるが、そこを中心に修行をする修験者の一人だったそうだ。当時俺の村には不審な死に方をしたり、行方不明になる者がいたり、奇形の子が生まれたり、死産流産が続いたりと、 ろくなことがなかったらしい。確かに、俺が子供の頃は、よく山狩りが行われていたことを覚えてる。赤ん坊というものも見たことがなかった。原因不明の不幸に見舞われ続けた村の年寄りが集まって、そのつてで、二郎さんは村に呼ばれたという。二郎さんの生活費は村人が、 少しずつ出していたそうだ。彼に村の不幸の原因を探ってもらっていたらしい。そうして原因を突き止めた二郎さんは、あの晩一人でその何かを解決して村から去ったという、その原因とは、俺は両親にさらに聞いてみたが、自分たちにはわからないという答えだった。俺は、 あのじいさんについても聞いてみた。じいさんは、じろうさんの親父さんか、祖父だったのかと。両親は、そんなじいさんはいなかったという。じろうさんは一人で来て、一人で住み、そして去っていったと。じろうさんを呼んだ、村の年寄りたちは、すでに亡くなっている。彼らの家族に聞いてみても、知らないということだった。 彼の手がかりはもう何もない。生きているならもう五十に近いだろう。今彼に会ったとしてもわかるまい。ただ、村で話を聞く中で、一つだけ新しくわかったことがある。明治の頃まで村は極貧だった。もともと林業が主で、作物などはほとんど取れない。食べるに困った親たちが、 子供たちを連れて行く森があった。村から少し離れたところだ。そこで親たちは。そうして村に帰って、皆に子供が神隠しにあったと触れ回る。皆は知っているが知らないふりをして、神隠しの噂だけが残る。昔はそういったことがあったと聞いた。